こんにちは、サラです。今回は3コンセプトアイズの冬クリームを使って顔半分に塗ってみてどれくらい白くなるのかっていうのをやっていきたいと思います。そしてついにカメラを変えました。今キャノンの EOS 8000D でフルハイビジョンで撮っております。まず3コンセプトアイズって何ぞやってことなんですけども、韓国のスタイルランダっていうファッションブランドが出しているコスメラインっていう感じです。でこちらの商品はですね、肌が白くなるクリームっていうことで大人気なんですけど、なんかパックみたいにして肌を白く染めるみたいな感じではなくて、白いただのクリームで洗えば落ちるっていうクリームになります。ただその美白効果があるビタミン E 誘導体とかホワイトニング効果とか牛乳タンパク質エキスカカオシードバターが入っているので、普通にスキンケア続けていけば美白につながるっていう、速攻効果のある美白もありますし、続けていけばさらに美白効果が出るっていうクリームになります。で一応メイクアップ製品みたいな感じなんですけど、スキンケア製品で24時間パチテスト済み、夜のスキンケアにももちろん使えますし、ボディも使えるし、朝のメイク前にも使えるみたいです。テクスチャーは結構水っぽくて、こうなんだかサラサラしている感じ、化粧水と乳液の中間ぐらいって感じかな。はい、こんな感じで塗り終わりました。全然違う、こっちの手が塗っててこっち塗ってないんですけど、いやー、なんか元から肌白い人みたいに見えます。で香りなんですけど、まあ牛乳クリームというだけあって軽く乳製品っぽい匂いなんですけど、伸ばすとそんなに匂わないです。はい、こうやって比べてみるとだいぶ白くなるんですけど、でもそんなに不自然じゃなくて、もうなんか肌の気ぐすみというかそういうのを自然に消してくれる感じがするので、私もメイク前に使ってもいいなと思ったんですけど、これからの季節は崩れる可能性があるので、ちょっと首に使っていきたいなと思います。という感じでレビューは終了なんですけど、まあ、せっかくなんでどれぐらい白くなるのかっていうのをやってみたいと思います。ちょっとこれ白くなりすぎる気がする、やばいやばい。はい、ちょっとさすがに塗りすぎた。結構厚塗りしてますけど、そんなにベタつきはないんです。ということでサラでした。 Twitter とインスタをやっておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。